正座はまず正拳を足の付け根に軽くつけます。右足を半歩引く、常に相手を意識しながら座ります。座った時にはここに拳が3つ入るくらい、3つ入るくらいですね。こう三角形作ります。正拳が足の付け根、礼をする時には右手から、この時には自分の拳が1つ入るくらい、感覚がですね、相手に対する礼ですから頭はこう下げすぎません。必ず気持ちを相手に向けて、相手の方に気持ちを向けながら礼をします。一回しっかり礼が終わったら、今度は左手から元へ持ちます。横からやってみます。背中はすぐです。右手から拳が1個あるくらい、背中まっすぐです。礼をします。気持ちは相手の方に向けます。礼が終わったら今度は左手から右へ戻します。立つ時には今度は左足から立ち上がって胸の前で十字を切ります。もう一度正面と横からやってみます。座ります。軽くつけて半歩引く、目線は相手の方向いたままです。右手から礼をします。一呼吸終わったら自然な形で戻ります。戻ります。立つ時には左足から、立ち上がったら十字を切ります。今度は横からやります。地形半歩引いて左足から、右手から礼をします。左、相手に礼をして終わったら左から戻ります。立つときには左足から立ち上がって十字を切ります。これが正座の仕方。見て分かるように、最初は右足から、右から右から、右足からまずつけて、右足から、これは構えから来ます。右足から、右手から、終わったら逆に左から、左手、左足から立ち上がって十字を切ります。